けポネポネです。ポネポネチャンネルです。ちなみにこれテイク3ぐらいです。 NG 最後によろしくお願いします。ポン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 。はい、今日は、和風スタンドカップを三好さんに、取材に来ております。で本日は、こちら埼玉県深谷市の私ポネポネチャンネルの先輩マリナノチャンネルが、チャンネル登録者様1000人を突破して、ポネポネチャンネルも1000人を突破して、ポネポネチャンネルも何もやってなかったので催し事を、なのでせっかくなのでこの合同で深谷を盛り上げるという意味で、はい、今日は合同撮影、はい、よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ゴー。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お、じゅんちゃん、イエーイ。なぜかもう息子がご飯を食べている。あ、じゅんちゃんの息子さん。いいよね、毎日ここで食べられて贅沢。どう贅沢。わー。特別に許可をいただいて昼に店を開けていただいてます。はい、じゅんちゃんの自己紹介をちょっとお願いします。はい、こんにちは、スタンドカップを三好の、鈴木と申します。よろしくお願いします。パン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 、イエーイって感じで。今日はね、今日は楽しみにしてます。私、はい、あの市役所のイベントでお弁当食べさせてもらったりとかしてたんだけど、実際に来たことはなくて、今日はよかった。そう、すごい楽しみ。お邪魔します。お邪魔します。お料理来ました。はい。はい。ポネポネちゃんのは何ですか？広島かけフライ定食。こちらは豚の生姜焼き定食。なおちゃんはお刺身定食です。はい、イエーイ。美味しそう。しかもさ、この味噌汁にしじみ。しじみ最高。最高。いただきます。私は結構ご飯来ちゃうけど。よし。これね、こうやってやるとダメなんですよ。ダメなんですか？こうやってやると失敗するけど、扇を開く。これ、開くときのように、こういうふうに、そう、そうすると、見てきますよ。はい。おお。絶対に割れないという雑学、伊藤家の食卓みたいなものです。へぇー。さすが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 ですよね。頼まなくてもこれやってくれるからやってくれるね。お味噌汁いただきます。いただきます。おいしいこれ。おいしいこれ。どうしたの、なおちゃん。足がすげー効いてる。作り方完璧じゃないですか。でも30年間作られてる、やられてるんですよね。僕は30年ちょっと。僕ね。すごいよね。もうへ。純ちゃん、この前なんかテレビ出られたんですか？出ましたね。何に出たんですか？青空レストラン。反響はどうですか？反響は、まあまあ。わー。まあまあですか？青空レストランを見たよっていうお客さん。見たよっていうお客さんはいましたね。卵焼き、いいに食べて。食べて。卵焼きでもさ、見た感じどこにでもありそうだから、なんかね、食べてみますか。はい、実は違うよ。せーの。おいしいこれ。おいしいこれ。このさ、おいしいこれ割って、おいしいこれって割って、この爆笑なんなんですかね、コンセプト。これお約束ですか？多分お約束ですよ。気合い入れるべ。そうですね、牡蠣、牡蠣は気合が必要です。しかもこれでかくない？これわぁ。何もつけないですか、野菜には。うん、だってあ、かかってる、なんかね、生姜焼きのタレが。おいしいこれ。だからマーレさんがさ、すごいですよ。対応能力というかね、柔軟性というかね、この方本当にすごいです。何でもできる。そんな中、広島県産のカキフライを食べる、はい、そうですね、海がないんでね、それは必要なんですよ。だからもうそこはいただくしかないね、よそから。おいしいこれ。急に始まったよ、おいしいこれ。急に。これ、カキ、めちゃでかいですね。一番でかいですか？ほんと。
だって激うまだもん、うん、ごちそうでした本当に、うん、映像では味は伝わらないんで、うん、ぜひこの埼玉県深谷市の札幌料理三好、うん、足を運びいただいて、うん、この感動を。そうだね、美味しい。おめでとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。店主のじゅんちゃんって呼んじゃってるけど、鈴木さんに、はい、いただきました。私たち来てる。ポネちゃんから聞く、うん、はい、ポネポネははっきり言って今まで会社員だったんですね。だけどもうそれを一回やめて、もう自由に個人事業主としてやっていきたいというフェーズに入ったんですよ。フェーズっていうのは段階ですね。なので今そのフェーズなんで、うん、個人事業主としても30年やられているって話を聞いたんで、そういうやっていく中でこう30年の中で難しいけど、一番こんな良かったことがあったよとか、こんな辛かったことがあったよとか、それぞれ一点ずつ聞かせてもらえたらなと思います。良かったこと、そうです。良かったことっていうのはもう本当に日々の生活の中で、うん、まあ、まあお客さんが来るだけでまず良かったなっていうのを毎日覚えるのはそれ。本当にもう誰も来ないと何もなくいんで、ああよかったな、来てくれてよかったなって、してまた来てくれてよかったな、うん、それで、毎週に5回来る人もいれば、うん、ね、もう日々もう良かったことが更新される感じだったこと、もう本当にもうね、そう積み重ねでよかったなっていうのは結構ありますね、うん、まあ、本当にもう、まあ、簡単に言うと美味しいって言ってくれるってよかったな、うん、でも顔もでかいし。これ食べたかったんだよとかね、そう、うん、今度これ作ってって言われるのも嬉しいし、うん、作り手冥利に尽きるね。そう、今度何食べたいんだよって言われると、うん、本当にそれこそうちみたいな、まあ和食がメインだけどナポリタン食べたいとか、上がりナポリタン食べたいんだけどって言われると、うん、ちょっといいよ作るよっていう、うん、いいね。今の話の中でポネポネの中のパワーワードは更新されていく、それがすごいパワーワードでしたね、うん、あとはさっき言ったように美味しいって言ってもらえるっていうのはもうまさにもうリンクしちゃってるなっていう感じで、そう、ポニポニも食べることがすごい好きだから、そう、それを作り手もだって美味しいって言われると嬉しいんだなっていうのがもう改めてまた感じました。なんで私はまだまだいっぱい食べるぞ。で逆に、うん、辛かった、これ苦しかったな、辛かったこと、まあ、辛いのはね、やっぱりこう、それこそ、ね、いいことの裏側にはすぐね、辛いことがあるから、うん、もう毎日辛いっちゃ辛いんだけど、うん、まあでもね、いいことがあるし、でも申し訳なかったなってことは結構あるね、やっぱりね。だから、最初の、まあ本当に今じゃ考えられないけど、すごくもう本当にうちなんかお酒出す店だから、うん、暴れる人とか結構多かった時代、30年前ぐらいなんだけど、もうね、それで今だったらこう対処できたのになっていう、昔はこう対処できなかったっていうのも、そう、そんでお客さんの空気を乱しちゃった、俺が乱しちゃった、ね、なるほど、そう、うまくできればこううまく流せてって言うんだけど、まあ、こいつは悪いけど、それこそね、僕も頭に血が上っちゃったりようなすることもね、結構あったりしたよね。本当につまみ出せじゃないけど、本当に追い出しちゃったことも結構あるし、今考えると、なんかあの頃はもうちょっと違う風にできたかなとは思う、それ考えると今辛い分がありますね。人間もね、成長していくじゃないですか、その中でいろいろ変わっていくし、考え方も変われば、いくやなことがあると その時見た人に、ね、まあ、未だに言うもんね、あの時もひどかったよなって、そう、あ、でも確かにひどかった、でもあの頃はあったからいいな、そうだね、まあ、今来てくれるからね、今来てくれるからね、
おめでとうございます。ジェンちゃんはね、黙ってるとイケメンだし、かっこいいし、だけど食べるとすごく柔和な感じの人なんです。僕はそこが好きなので、わお。だから市役所、だから市役所とかも行っても行っちゃうんです僕。あ、コリド？そう、チャリンコで。チャリンコでね。そう。だから今でも、ね、お姉ちゃんでね。そう、お姉ちゃんで。だからジュンちゃんって年上の先輩だけどね、ジュンちゃんって呼ばせてもらってるんです。ジュンちゃん。おめでとうございます。ジュンちゃんでいたんです。おめでとうございます。いつも。あのイベントであったりとか、朝もたまにすれ違うんですよ、出勤時間が。ちょうどね、そう、いつも手振ってくれて、あ、そうなんだ。そのイベントで多分声が届かないぐらいの距離にいてもすぐ手振ってくれるんです。そうっす、なかなかね、若い頃手振ることないから、若い頃手振ることないから、若い頃手振ることないから。だからこっちもすごい話しやすいです。まあ、そういう雰囲気をね、醸し出してくれるからね。結果若いってことよ。若いですね。純、うんうん、ちゃんちは30年っていう、うん、お父さんの時代はだから今年51周年。おお、51周年。すごすぎ。うん、そう、私が今52代のだけ、52歳だから、うん、1歳の時にお店を建てて、あ、そう、それからずっとですね、同じ場所で。すごいルーツ、すごい今思ったこといいですか。3に書いて全って書くじゃないですか。意味は分かんない。へぇ、本当にあれはうちのパパのうちの親父も分かってない。えぇ、ー、誰がつけあれね、なんかなんか三好みたい。分かんないとかあるんですね。こだわりがあって俺ちゃんとつけてるんだと思ってた。だからまあつけた人はこだわりはあったんだろうけど、うん、うん、まあね、俺も生まれた時っていうか、まあ世の中にこう意識がある時には三好の子だったから。うん、うん、そう、三好の子、それを引き継ぐっていうそのスタンスもいいですね。もし私が長男だったらもう三好捨ててポネポネにしますから。しようか、うちは。それは素晴らしいと思う、その継承というか伝統というか紡がれていく感じが。すぐ行きましょう。これ難しいな。私は野望出しますか。野望だよ。いいね、野望。もうちょうど今やってる最中なんで。ポネポネ。すぐ捨てちゃう。そう、すぐ断捨離しますから。次、何でしたっけ、あとどっか修行とかって、うん、されたんですか。実はこう、なんていうの、やる前サラリーマンまるっきり、うん、あの学校を卒業してもう継ぐつもりはまるっきりなくて、ああ、サラリーマンで、そんで、まあ、たまたま帰ってきたね、こう、まあ、ちょっと辞めちゃって、で、帰ってきたら、新装オープンをする時だったね、うちの店が。三好新装。オープンで、そんで、まあ、仕事もないし、ちょっといいよって、アルバイト程度に手伝ってた。うん。そしたら、まあ、当時の板前さんが、ね、うん、別に親父はそんなにあの板場に入んなかった。だから板前さんがあの俺を仕上げてくる、あの俺が継ぐもんと思って仕上げ始めちゃったら、なんかいい言うに言い出せなかった。おめでとうございます。流されちゃったんだ。そう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 、あの本当にいい言うに言い出せなくなっちゃって、なんか、うん、なんかそのまま今日は意外な話がたくさん聞きますね。だから俺本当この商売する予定じゃなかった。兄弟は俺一人っ子だもんね。そうなんだ。そう、だからうちの親父なんかも継がせるつもりはなかったし、うん、うん、そう、もう運命でしかない、ね、だから本当にね、うん、なんていうのかな、あの言えなくて、それがおめでとうございます。でもなんかいけるのって思わなきゃそこまで教えないよね。そしてあの ね、いた人があのもう自分で店を作るっていう、板前さんが、板前さんが、うん、うん、したらお前も大丈夫だからって言われて、一人前だ。えってなって、始まる、俺の代が始まった。それもあって仕込んだんです。だから、だから、ために帰ってきたんだろうって思ったのかもしれないね。うん、別にこう、次の仕事を探すための期間だったんだけど、いつの間にか居ついちゃって。居ついちゃって。居ついちゃって、30年経っちゃった。おめでとうございます。すごいね。これを。
繰り返すじゃないですか、検証で、うん、さっきも息子さんに、うんうん、検証するんですか今度。いや、うん、いやもうなるようになる、もうせがれはせがれで、でそれとも板前捕まえてきてまた入れますか板前、うん、そしてせがれにまた、だから今後ね、今後ね、さんどうするか、ね、今後やりたいこととかね、だから俺はもうずっとできる予定なので、もう本当にもうね、それこそ自分が死ぬまであのこの中にいる予定なんだ、やる予定じゃなくやるんだ、やるんだけど、いいですよ、そのこと言い出せずにね、そう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 で、もう最後病床で俺ここじゃなかったなって思いながら亡くなると思うんだけど、そう、ウケるね、そうだけどね、そう あとは、ね、まあうちのせがれがまあどう考えてるかわかんないけど、まあいいもん、でもせがれはせがれで、うん、うん、だからね、せがれが定年するまでは多分俺働いてるからって言ったんだよね、まだ店、うん、全然まだ働いてるから、そっから考えろ、うん、やるにはやったっていいし、うん、やらなきゃやらないでいいし、それはそれ、うん、本人の人生だし、俺もだって人生ね、うん、うん、俺も自分の人生を楽しむもうと思うしね、いえ、うん、みんなね、そんな感じなんだよね、みんながみんな、みんな、家族もお父さん、母さんも、そうね、うん、みんなね、自由な感じ、自由、そう、人めっちゃくちゃありますね、うん、うん、いいの、本当にそういうのがいいんだろうね、うん、だから言い出せずにここまで来たんだよね、そうなんだよね、言い出せなかったね何も言えなくて、じゅん言うの忘れちゃったんだよこれ今日なかったらもっと言ってなかったかもしれない、ね、あーこの頃そう全然言ってない、何も言えなくて、じゅん健康について、健康、うん、じゅん、なんか気を使ってることとか、健康診断を受ける大事ですよ健康診断の結果はどんな感じなの、うん、今のところ今全然全然もう問題なし、問題なし、満員の日ブルブルで次の日ったってだけだから、おめでとうございます、本当に本当大丈夫、肝臓の数値もびっちゅうだよ、酒飲まないですか、ん飲んでるよ、飲んでるの、だから前の日ブルブルまで飲んでも平気、全然平気、普通は出るよ、そう全然平気だ、コレステロール値とか、そうだからね、本当いつもの感じで健康診断に行かないと、まあ確かに、あの、うん、健康診断のために酒1週間抜いたんじゃ意味ない、意味がないし、本質的じゃない、そうそうそう、だからもう前の日も普通に足してそれが通常にいつものね生活のままにの流れで健康診断に挑もうと思って、うん、もう本当に毎日飲んでる、自分の血液、自分の血液、もう酔っ払って、そうだよ自分だよ、そりゃそりゃそうさ、おかしいな、何かが間違ってると思うんだけどな、うん、本当に平気なんだよね、普段の食事は全部自分で作って、まさか奥さんが作ってる、わー、自分で作ったのは普段は食べない、あのね、家に帰って自分のものを作るのが好き、例えばどんなもの作る、好きなようになんかめちゃめちゃしょっぱい卵焼きとか、一かけらでビール2杯ぐらい飲めるやつ、あー絶対店には並ばないやつ、そう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 、おめでとうございます、毎日飲むって言ってたけどビール飲むんですか、ビールも日本酒も飲むし、エブリデイ、エブリデイ、はい、最後に見てる方にメッセージをいただけると、はい、来てください、ゆらゆらしっかり日本を覚えます、はい、で、右目を開けます、左目閉じます、で、右目からビームを出すように突き刺す感じで、そう、これがポネポネポーズですんで、そう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 、スタンドカップお見押し、来てください、詳細は概要欄にあるよ、というわけでありがとうございました、ポネポネでした、終わりにします、せーの、パン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 、みなさんこんにちは、マリです、ナオです、マリポネです、もう一回お願いしますマリナオチャンネルですの後にお願いしていいですか、あ、そうなんか、はい、せーの、いいですか、みなさんこんにちは、マリです、ナオです、マリナオちゃん、あれ、何これ全然パスいかないな、W、 W、いつもやってるんじゃないの、いつもやってますよ、なんで間違えるか、寒さで指がそういうこと、動作的な問題はい、いいですか、せーの、皆さんこんにちは、マリです、ナオです、マリナオチャンネルです、
あ、ちょっと待って待っていいですか、車来ちゃったの。全然一発で撮らないじゃないか、はい、一発撮り全然ダメだな、全然ダメですね。皆さんこんにちは、マリです。ナオです。マリナオちゃん。何これ、全然一発でいかないじゃん。一発でいかないじゃん。ダブル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